まもなく丘に差し掛かると機関士は大変なことに気づいた。線路のそばの古い木が強い風にあおられ、根元が雨で緩んでいるではないか。すると突然木が動いた。うわー、助けてくれ、どいてくれ。そうは言っても木は動けない。ジェームスはバックして木を避けようとしたが、列車は重くてびくともしない。その時汽笛が聞こえた。トーマスだ。ジェームスは笑われると思って気が気ではない。でもトーマスは真剣だった。からかっている場合ではないのだ。準備 OK。 こっちも大丈夫、準備はバッチリだ。危機一髪だった。